先月問題になった青森ねぶた祭りのとある動画。誘導担当の男性がねぶたを引く引き手たちを次々と殴打し大炎上。殴った理由はというと、気合を入れ直したかったとのこと。この問題を受け、実行委員会は運行団体を対象にアンガーマネジメントの講習会を行うと発表しました。パワハラや煽り運転などさまざまなトラブルの引き金となる怒りの感情。こちらの男、よっぽど怒っていたのか、手にはハンマーが。怒りの感情をコントロールできるようになるというのがアンガーマネジメント。一番有名なのは6秒ルールです。6秒間怒りを我慢すれば衝動的な行動を起こしにくくなるというものですが、こちらは4歳の娘を持つ真夏さん。子供に対して怒りの感情が抑えきれず、6秒ルールに疑問を持っているそうで。まず朝起きるのがちょっとなかなか起きなくて遅かった。でご飯も何回言ってもこうダラダラと食べたり、で挙句なんかコップをガタンって倒してしまってちょっと収拾がつかない状態になったりすると、もういい加減にしてって。6秒待ったら余計に時間かかるじゃないですか。余計にイライラが募るだけなんで、数えて我慢っていうのはあんまり私には向いてないかなっていうのとか。娘さんが3歳までは怒ることもなかったそうですが、4歳とかになるとだいぶ分かってきて話も通じるようになって、なんか通じてるはずなのになんでみたいなので怒り始めちゃったんですけど、一回怒ってしまうと今まで怒ってなかったこともなんか気軽に怒ってしまうようになってきて、で、このままだったらこうエスカレートしていったら嫌だなと思って。家庭内だけでなく職場や SNS など至る所で怒りの感情が渦巻いている日本。そんなイライラをぶつけられるサービスも生まれています。池袋にあるリーストルームは、ほら、ガラスのコップを思いっきり投げたり、ハンマーで家電を破壊。さまざまなものをぶっ壊し、怒りやストレスを大放出。日常生活ではまずできないことを体験できる新感覚のエンターテインメント。実は女性の一人客も多く、秘密のソロ活スポットにもなっているのだそう。よほどイライラしていたのか、かなり激しく壊しまくる2人。仕事してるとやっぱりいろいろあるのでガラスをバットで殴るっていう、バットっていうのは棒で殴る体験したことがあって、すっごい気持ちいいですね。壊せないものを壊せるっていうのは非日常ですごいストレス発散になりますね。そこで今夜は、北欧型ってなったら北欧はもうやってるんじゃないの。理由も呼べるよ、ね、それでたい。いやいや全然来ないんですよ。怖い思いをしたことない。モブがそんな気持ち分かるわけないんですよ何かとヒートアップしがちな出演者とともに、怒りの感情をコントロールできるようになるにはどうしたらいいのかを考えます。さあということで、怒りのコントロールですけれどもモブ発言はちょっとね、ストレートパンチ、いやいいですね。さすがでしたけれども、最新どうですか、こう、怒りって意味で言うと。私すぐブチ切れるから分かるんですけど、はい、気性みたいなのって治んないんですよ、うん、大人になればなるほど。でこの後議論していくと思うんですけど、6秒、アンガーマネジメントの本もめっちゃ読んだ、本当読みました。読んだんですけど、現場と理論は違うんで、うん、もう切れる時って
はぁから切れるまでがもう瞬間沸騰、この間 0.05 秒なんで、もう6秒なんて時が止まって見えるんですよ。もう、でもスローに見えてるから、はい、あの全然聞かなくて、でも怒って失敗しちゃったこととか今のところないんですけど、それもなんか一応気をつけてることがあるので、うん、この後話していきたいと思います。さすがだな。いやでもなんか、はい、あのさっきアベプラの そのハイライト集みたいな感じでまとめられてましたけど、うん、私アベプラやりながら、まあ、夏野さんとさっきお話ししてましたが、ね、ここの議論の中で怒ったこと一回もなくて、うん、まあ、多少言い方がちょっときつかったりだとか、はい、まあ、顔の態度がうざかったりだとかっていうことはあったかもしれないけれど、うん、笑顔でヘラヘラやってたらそれはそれで怒られるから、うん、まあ、しょうがないわけですよ。で、まあ、もうだって自分の実生活で実際に被害を被っていてっていう内容であったら多少の怒りは湧いてくるかもしれないけど、はい、うん、ぶっちゃけ関係ないことを喋ってるから、はい、怒る必要がないので、怒ったことがないから、で怒りを出す方がリスクが高いじゃないですか。だから怒りをもう抑えられるなら抑えた方がいいし、うん、私とかはあの怒りに変わる前に瞬時にどうでもいいに切り替わっちゃうので、うん、他のところでもあんまり怒んないですか、プライベートで。怒んないですね。なんかあの諦めます、あそういう人なんだなとか、あこれは仕組みが悪いんだなとか、うん、これは私が逃げた方が早いなみたいな感じで、うん、あの怒りが沸騰する前にさっさと諦めてどっか行くので方向転換するんで、うん、なんかあんま怒んないんですよ。家族相手には家族相手にですか、怒んないです、うん、あ、そうなんだ、な、うん、兄弟とか だって怒ったってその人変わらないもん、おーって思っちゃう。ただ、うん、あの最近その出産とか育児とかをしている方のエッセイを読んだところによると、うん、育児をしている方々はもうホルモンの原因、うん、ホルモンバランスの原因で、うん、怒りたくなくても怒っちゃう時があるっていうのは それはもうしょうがないんだろうなっていうふうに、ん、生物的にしょうがないっていうことも怒りの中にはあるんだってことを最近学びました。もうでも達観してますね。すごいですね。素晴らしいですね。まあ、あの学ぶべきは私だっていうのは分かってますから。もう私用の特集だっていうのは分かってますから。今日どのぐらい学べるか。プロですからね。いや本当に。そんな怒ってたっけ？いや怒ってるというより どうもですね。私は感情のコントロールができない大人だと見られてるっていうね。まあ、熱くなるんですよ、うん、まあ、司会者としてこんな熱くなる人はいない。怒りはちょっと違うと思う、うん、まあでもね、そういう動画がいっぱい並んでるんですよ。そうするとなんかいつも怒ってる人みたいになっちゃってて、これはいかんと。でも本当に今日プロ中のプロを招きしてますから、うん、はい、きちんと学びたいというふうに思いますね、はい、ではゲストをご紹介いたします。アンガーマネジメントの日本の第一人者として知られます日本アンガーマネジメント協会の代表理事です、安藤俊介さんです。安藤さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうでしょう、早速いきましょう。6秒ルールっていう話が出たんで、うん、まずこの使い方も含めてご説明いただけますか。そうですね、まず、うん、そもそもアンガーマネジメントってトレーニングなので、はい、練習すれば上手くなる、練習しなかったら上手くならない、うん、で練習したとしてもみんながすごい上手くなるかっていうと、まあ、別に野球とかサッカーとか楽器とかと一緒で、うん、今よりは上手くなるけど、じゃあすっごい上手くなるかっていうとそれはもう人次第なんですよ、うんうん、はい、なので6秒ルールがうまくいかないっていう人はまずそもそも多分練習不足。なるほど、うん、なので練習すればじゃあさっき、まあ、0.05 秒ぐらいでしたっけ、切れるまでね、もしかしたら練習したら1秒ぐらいには伸びるかもしれないし2秒に伸びるかもしれないしっていうことで、まあ、一応6秒っていうのは、まあ、一応こう感情が生まれてから理性が働くのに大体6秒ぐらいかかるとは言われていて、別に怒りが消えるわけではないんですよ。だから6秒以内に何かをするっていうのはそれは、理性じゃない反射なので多分ろくなことにならない、うん、あのいわゆるブチ切れ、怒鳴ったりするってことですよね、6秒以内に、まあ、言ってはいけないこと言ってしまうとか、うんうん、言わなくていいこと言ってしまう、あるいはしてしまう、うん、はい、っていうことが起こり得ちゃいますよっていうことですよね、うん、あのですから私もその確かに怒ってはいないかもしれないけど、パックンよりやっぱ熱くなってると思うんですよ、うん、自分のことを分析すると、うん、でそれによって上手に言えなかったとかやっぱり発生してるんですよ、うんうん、思わずね、はいはい、勢いに任せて言っちゃったとか、うん、言葉足らずになっちゃう。そうなんですよ、もうねそういう反省ばっかりなんですよ、毎日毎日毎日ほら怒ってるわけではありません。でも逆になんかこの、まあ、もちろん怒っててうまくいかないこともあるけど、うん、はい、このアベプラ中もあるけれども、うん、あの結構
こう心臓なのか頭なのか分かんないけど、うん、なんかすごいドクドクしてきて、するする、あの すごい研ぎ澄まされて逆にめっちゃうまくいくこともあるんですよ。 いい時もある、そうゾーンに入る時もあるの。 でそういう時の切り取りは大体でもめったにない、大体バズるからそれうまくいってるんです、うまくいってる、うん、私それゾーンを外したのが出て平石何言ってんだみたいなこうなっちゃって、どうしたらいいのかっていうのはぜひ伺いたいですよね。まずそもそもアンガマネジメントって、うん、怒らなくなるっていうことは別に目指してないんですね、うんうん、あの怒んなきゃいけないことって、うん、あるので、はい、そのだから怒る必要があることは上手に怒れ、うん、怒る必要のないことは怒らなくて済むようになる、うん、その線を引こうなんですよ、はい、だから怒る必要があるんだったらそれは怒った方がいいんです、うん、逆に怒らなくていいことで結構振り回されてる人が多いので、はい、それはやめようよ、うん、じゃあその線ってどこに引こうっていうのを決めていくっていうのが、うん、まあマネジメントなんですよね。だから怒りを、まあ、怒りを感じたとして自分の外部に出力するかグッと出力せずにこらえるかっていうところもアンガーマネジメントでもあるんですか。ですね、基本的にはまあこらえていいこと、攻撃性、こらえるっていうのは自分に対して攻撃をすることになってしまうので、だから他人を攻撃するか自分の中に溜め込むかあるいは物に行くかって、攻撃性を出すっていうのはあんまりいいことではないですよね。3択しかないんですか、その、うん、怒りが生まれた時の、まあ、あともう1個あるとすればさっきありましたけど、例えばゾーンに入るとか、うん、プラスな方向に向けられるであるとか、うん、っていうのはあるんですね。怒りっていうのは別にマイナスなものばかりではなくて、うんはい、例えば昨年の北京オリンピックだと平野歩夢選手が、うんまあ、怒りを上手に、活用してメダルが取れたみたいな話で絶賛されたっていうケースもあったりするんですね、うん、だから、まあ、経営者とかもそうですけど、怒ることでうまくいく、うん、あるいはもっと大きい話をしてしまえば世の中のあらゆる革命って怒りからスタートしてるわけですよ、うん、ですから何かを変えたい、現状を変えたいっていうのは怒りなので、うん、それはそれでいいわけです、うん、ただ、まあ、革命も全部がいいわけではないので、うん、それがただただ攻撃、うん、あるいは破壊、暴走したりね、になってしまうと暴動になったりとか、うん、暴力になってしまう、それは望ましい形では、うん、要するに望ましい出力ではないってことですね、うん、おっしゃる通りですね、コントロールできないっていうね、うん、自分をね、はい、タカさん どうですか。なんかちょっと今お伺いして思ったんですけど、そうするとなんか持続するようなずっと自分の中で持ってる怒りとか、まあ社会に対する理不尽、こういうの変えたいみたいなのはいいけど、衝動的な怒りを抑えましょうみたいなのがアンガーマネジメントみたいな感じです。ですね、そうですね、まあ持続するものもそれがだからこ、私憤、私の憤り、それから興奮、公の憤りでうまくいけばいいはいいですけど、うん、単純に恨みつらみをずっと抱えてるようだと、それはそれでやっぱ問題があるし、衝動的なのも瞬発的に起こることで何かうまくいくんだったらそれはいいけれども、じゃあカッとなって失言をしてしまうってなってしまうと、それはそれでやっぱ問題が、先ほどね、あの気合を入れるために殴ったって、あの殴るっていう文字がテロップで流れたんで、どういう動画見てないんで何とも言えないんだけど、はい、あんなの昔当たり前だったかもしれないようなことじゃないですか、はい、そうですね、だからやっぱり社会で許容されるその怒りの表現の仕方っていうのが厳しくなってるんだと思う。そうですね、やはりそのハラスメントで、特に企業であれば、うん、もうパワハラの問題っては切って切れませんし、ね、うんはい、やっぱり昭和の指導方法っていうのは今やっぱりもう一発アウトなんですよね。で特に今の場合はやっぱりネット、SNS で証拠が残りやすいっていうのもあるので、さっき失言もありましたけど、まあ、ツイッターとかで、そうですね、まあ、X で書いちゃいけないことをつい書いてしまい、うん、でそれ許諾取られてしまったら取り消せないんですよね、うん、もうですからそういう意味では、まあ、失言とかそういうものが、うん、失策が残ってしまう、そういうことですね、で取り返しがつかないということですよね。完全に私が抑えられて、あの言っちゃいけないことも言いたいんですけど、このハゲとかも言ってやりたいんですけど、舐めた仕事する人とかにね、言ってやりたいけど言わずにいられてるのは本当その通りで、もう今全員スマホ持ってて録音できるし、別に週刊誌に載らなかったとしても自分で告発もできちゃうっていう、その社会の、まあ、これ許されないよねっていう雰囲気でしか、おそらくこのパワハラみたいなのって多分、まあ、抑止できないなって思ってて、もうあの勝手
ってなる人って本当カッてなっちゃうんですよ、うん、でもあのこの人殺してやろうかって思うのと実際に殺すぞっていうのは違うじゃないですか、はい、でそこを止めるブレーキになるのはやっぱ社会とか企業が、うん、そういうハラスメントパワハラは許しませんよとか、うん、はい、相談窓口がちゃんと、まあ、充実していたりとか声を上げやすい社会とか企業雰囲気を作っていくことでしか、うん、まあ、防いでいけないんじゃないのかなと思います。だからその人を詰めるときはちゃんとリーガルチェックした方がいいですよ。これは言っていい言葉なのかとか、はい、この言い方はいいのかっていうのはちゃんと気をつけて、私はムカついたときは詰めるようにしてます、うん、僕ら結構よく攻撃されてるんだと思うんです。それはまあこちら側にもあの火があったりとかするんだと思うんで、それはちょっと一旦あれなんですけど、そういう攻撃を怒りに乗せてしちゃう人に対してなんかちょっとアドバイスみたいなのしていただけたらとても助かるんですけど煽ってる、うん、まあ、他に楽しいこと見つけましょうなんそうですよ、だから自分で自分のこと幸せにできるなら人に対して怒りなんて分からないです。 SNS から離れようよ。そうですね、ですからそのアンガマネジメントって怒る必要のあることないことを分けましょうねって言った時に、それって本当に怒ることなんですか、自分の人生の優先順位の中で高いことなんですか、うん、って本来考えなければいけないんですけども、うん、まあ、だから練習してないのでなかなかそこにはいかないかなっていうところですよね。うん、でもやっぱ SNS で誹謗中傷してくる人は私は基本的に性善説を信じてないんで、もうどんどん開示して痛い目見ないと多分悔い改めることはないんじゃないのかなっていうのは個人的には思ってません、うん、だからやっぱりその社会とか、うん、まあ、法律で縛っていくしかないのかなと思ったりもしてました。うん、ある意味では相手の土俵に乗らないっていうね、うん、やり方で対応していくということなんでしょうね、うん、怒りすべてが悪いものだとは思わない方がよくて、その出力の仕方と方向と、うんうんうん、あの方法をどうするかっていうことは、うん、あの慎重にコントロールできた方が、自分を自分で客観視できた方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、なんかじゃないと怒るべきところも怒れなくなっちゃうし、はい、で逆に別にそんなことで怒っても時間の無駄じゃないっていうところにもいちいちカリ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 しちゃうようになってくるので、うん、なんかね、正当防衛と自分が殴りかかるのは違うん で、 そ, うです、ね、まあ、そのラインを別に怒り自体は悪くないんで、本当に、うんうんうん、そうなんです。実はだからアンガマネジメントって怒りをコントロールする方法みたいな感じで紹介をされるんですけど、実は怒りはコントロールしてないんですよ、うん、なのでアンガマネジメントでは、まあ、3つコントロール、衝動のコントロール、思考のコントロール、行動のコントロールって3つのコントロールがあるんですが、怒りのコントロールってないんですよ、うん、なので怒る前にそれって怒ることかどうか線引いておこうね、怒った後でじゃあ衝動的になったら待とうね、でその後にじゃあ行動するとしてその行動の選択をしようねっていうことで、中心にある怒りそのものは別に生まれたら生まれたで別にそれはそれで構わないわけです。その前と後でできることがあるよねっていう考え方なんですよ、うん、その番組を見るとどうしても怒ってしまうであるとか、うん、X の中にいると怒ってしまうっていうのが分かっているんであれば離れるということは考えることができるわけですよ、うん、そうですね、はい、そういう環境に自ら行かないっていうのは十分対策としてはできます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。